なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。マタザは負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又座こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく、五層の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を吸収したのである。信長編第一章、夜明け前、今川吸収。